どうもバッキーでーす。さあ今日はですね、後ろにドカンと見えてますけれども、まあ、このチャンネルでは毎度おなじみステーキたける秋葉原店にやってきました。先日お伝えした僕とステーキたけるさんとのコラボ弁当、バッキー弁当というのが7月の1日から発売されるんですけども、で今日はそのバッキー弁当のねレポートをしようかなと思いまして、前回は告知だけだったのでしっかりとね食べてどんな感じなのかっていうのをねお伝えできればなと思います。まあ、せっかく秋葉原店来ましたんで、軽くお店の前をね撮らせてもらおうかなと思います。まあ、なんといってもこの存在感ですよ。肉ドカーンのね、まあ、ランチタイムはライス無料で、しかもおかわり自由というね、これ最高じゃないですか。で馬肉丼にタケルステーキ、これ安いでしょ。 200g でも1100円だからね。でミックスグリルに、これはタケルのお肉を自宅に持ち帰って、まあ、家でねタケルのお肉を楽しめると、あと日替わりランチもやってますし、で今ステーキタケルのお弁当が2種類あるんですけども、このサーロインステーキ重、これご飯の上にパスタがめっちゃ乗ってるんですよね。でさらに下を見るとタケル的ロコモコ丼、これもうまそう。オリジナルのスパイスバターソースだそうです。総重量が 500g オーバーだ。今ステーキタケルではこの2つのお弁当が、まあ、テイクアウトでやってるんですけれども、でここに割って入るのが7月の1日から発売のこちらでございます。じゃじゃじゃん、ワッキー弁当でございます。これ価格が1300円ってなってて、前回お伝えした時は1200円だったと思うんですけど、あれね税抜きの価格だったんですね。でこっちが、税込みの表記に変わってて、ワッキー弁当1300円となっております。で一応僕のねなんかプロフィールなんかも貼ってあるんですけれども、こちらのワッキー弁当、チャリティー企画ということで、僕に入る売り上げ全額新型コロナウイルス緊急支援募金に寄付させていただくことになっております。で一応予定としては発売日の7月1日の日にこの秋葉原店のこの入り口の場所で売り子をねやる予定でございまして、よかったらどうですかってね僕立ってますんで、おそらくね13時ぐらいから夕方ぐらいまでいるかなと思ってます。でさっきお店の方に確認したら、この場所で金銭の授受はちょっとできなくて、弁当買いたいですって方いたら中に食券機があるんで、そちらで食券を購入していただいて、で注文に入るという感じで、そのお弁当はもう僕が手渡しでお渡ししたいなと思ってますんで、まあ、どれだけの人が来るか全く分かりませんけれども、まあ、もしかしたら0人っていう可能性もありますからね。7月の1日の13時ぐらいからここで売り子をさせていただきます。よろしくお願いします。お弁当なのでお店では食べることできないので、ちょっと今回は特別に店内でお弁当を食べたいと思います。で前紹介した情報なんですけど、ご飯がデフォルトで 300g って話したんですけど、 350g だそうです。で大盛りはね多分できないかな。デフォルト自体がもう大盛りの状態なん で上に結構具が乗ってて、牛すじブラックカレーもかかってるんですけど、上の具だけで総重量がね約 500g ぐらいあるそうです。でご飯が 350g なんで総重量が約 900g、 結構ボリュームありますよ。でかつニンニクがっつり入ってるし、で店内に食券機があるので、ワッキー弁当を買いたい方はこのお持ち帰りのテイクアウトのところを押して、ワッキー弁当で出てくると思うんで、まあ、それでタップしてこちらでお支払いしてもらえれば大丈夫と。でちなみにねトッピングもいろいろあるんですよ。まあ、ワッキー弁当だけでももうかなりのボリュームだから、まあ、大満足すると思うんですけど、こういうのもねマシで乗せたいって方はトッピングもありますんで。うわ来た、うーわーすごいっすね。来ました。ちょっとこれ映像で伝わるかな。すごいよこのボリューム、これめっちゃうまそう。うーわーハンバーグ乗ってますよ。でキャベツもあって、で今回このカルビ肉、これが、まあ、僕が考案したやつで、もう僕の大好きなニンニクの芽もしっかり入ってるし、でここにもねタレがかかってて、このタレがねめっちゃご飯進むんですよ。これねちょっと大きさわかるかな映像で。
ものすごい重要ですよ。おそらくね、これ全部完食しちゃえば1日何もいらないんじゃないかなっていうかなりの量です。ここ結構深いんですよ。まあ、さっき総重量 900g って言いましたけど、この容器も入れれば大体 1kg あるんじゃないですか。これこんなに重たいお弁当はもしかしたら初めてかもしれないね。ちょっと写真とかね、動画でなかなか伝わらないところもあるんですけど、いただきます。じゃまずはね、重いなカルビ肉の方をね、いただきたいと思います。これすごいでしょおお、うまっ。ニンニクがっつりだね。うわー、これは美味しいわ。一口食べただけでもご飯で、これご飯にタケルのタレがかかってるんですよ。いや、うまいね。これスプーンの方が食べやすいかもしれないですね、うん、あ、スプーンの方が食べやすいな。あの、ちなみにあのスプーンもついてるそうなので、まあ、どちらかというとスプーンの方が食べやすいかもしれない。あのカレーもあるし、ハンバーグもスプーンでさっと切れるし、うん、ニンニクの芽とかも遠慮してないですよね。もう本当にどっさり入れてるんで、うん、白飯好きの方は満足しない人が浮かばないで、ご飯も350どっさり入ってるんだけど、350でも足りない人もいるかもしれない。それぐらい米が進む。うん、キャベツ入ってるから口の中をね、ちょっとリセットして、うん、タケルハンバーグ牛すじブラックカレーいただきます。うわー、これはやばい。いや、これね、食べ慣れた味なんですよ、このハンバーグと牛すじブラックカレーは。なんですけど、これが合わさってる商品ってタケル今まで出てないんですね。食べ慣れてる味なのになんか新しいですね。いや、これすっげーうまいな。うん、このハンバーグとニンニクカルビ、これもいけますからね。うん、合う。なかなか減らないなカルビ肉とカレー、うん、女性2人で分けてもなんかちょうどいいぐらいの量かもしれません。相当ボリュームあります。なのでワッキー弁当を購入される方は覚悟して購入されてくださいね。本当に量がっつり入ってますから。ただその代わりもご飯が止まらないです。ほら、ご飯にさ、これがかかっちゃってるんだもん。これが腹ペコ男子はリピートするんじゃないかなと思います。僕からのおすすめはワッキー弁当と黒ウーロン茶と一緒に食べた方がいい気がします。結構やっぱ味濃いめだし、まあそれだけご飯も止まらなくなっちゃうし、でお肉の量もかなり入ってるから、これで肉焼いて、うん、これ、うん、完食です。かなりボリュームあります。あの、僕結構食べる方なんですけど、今これ1個全部食べて胃袋がね8割ぐらい埋まりました。だけど多分ね、時間が経っていくとねちょうどいいのかなっていう感じになります。いや、でも本当にもうこれも大満足でございます。はい、ということでワッキー弁当いかがだったでしょうか。あの、ここにお弁当の宣材ポスターありますけれども、この写真だけ見て買ってしまうと、え、こんなに量あるのっていう感じになると思います。で、ご飯がめちゃくちゃ進むようにいろんなタレが入ってるし、まあ、カレーもかかってるし、まあ、さっき店でも言いましたけど、黒ウーロン茶的なものと一緒に食べた方がいいんじゃないかなと思います。で、さっき僕があの店の前で売り越しますよっていう話してたと思うんですけど、時間がね13時からって言ったんですけど12時からになりました。7月の1日水曜日、秋葉原店で12時から15時までの3時間、お店の営業が15時で一旦こう休憩に入ってしまうので、まあ、ちょうどお昼時を挟んで12時から15時までの3時間がまあいいのかなということで、お店の方とお話しして決まりました。まあ、当日ね、雨が降ってしまうとお店の前で立つことできないかもしれないんだけど、まあ傘差して立つか分かんないですけど。で、ステーキたけるさんからたけるのね T シャツ着たらどうですかっていうねお声いただいて、こちらじゃじゃん、これがあのステーキたけるの従業員さんがみんな着てる T シャツなんですけど、これを着て、僕はお店に立ちます。で、これ裏もね、あのこんな感じになっててかっこいいですよね、この T シャツ。
7月1日の12時から15時までの間に、もし東京のね秋葉原店になりますが、買いに来れる方いらっしゃったらお待ちしております。お弁当の売り上げの何パーセントか僕に入る予定だったんですけど、その僕に入る予定だったお金は全額新型コロナウイルスの支援募金の方に寄付させていただきますので、微力なんですけどね、ぜひご協力いただけたら嬉しいなと思います。で、ステーキタケルは大阪が本店なので、大阪の方が店舗数が多いので、ステーキタケル全店舗でワッキー弁当発売されますんで、ぜひ買いに行ける方はよろしくお願いします。おそらくね1ヶ月ぐらい販売はしてるんじゃないかなと思います。どれぐらい売れるんだろう、ちょっとわかんないけどね。でもご飯好きの人はもう絶対満足してくれる内容になってるはずなので。あ、で最後にね、あのサムネイルが総重量1キロって持っちゃって 100g サムネ詐欺しちゃいました。すいません。それでは買いに来れる方は買いに来てね。